カタリーナミカエラでアウストリアはサボヤ公、カルロエマヌエーレ一世の日。イタリア語名はカテリーナミケイラダズブル語。スペイン語フェリペ二世と三度目の王妃エリザベート・ド・バロアの次女としてマドリードで生まれた。同母姉にイサベル・クララ・エウヘニアがいる。幼少期は父フェリペ二世とママ・母アナに可愛がられて育った。父親とは良好な関係で、 結婚後も手紙のやり取りを続けている。カタリーナ・ミカエラは美しく知的で、自分の高いステータスをとても意識していて存在だと言われていた。1585年3月11日に、サラゴサでサボヤ公、カルロエマヌエーレ一世と結婚した。カルロエマヌエーレは、サボヤ公国の領土拡大を考えており、スペインの支援を得るため結婚を申し込んでいた。 結婚式の後夫婦はサラゴサを出発し、1585年8月10日にサボヤの首都トリノに到着した。カタリーナ・ミカエラは最初、トリノの宮廷での式典やドレスをスペイン式にしたりして、貴族たちに傲慢な印象を与え、不人気だった。しかしすぐに政治や外交能力の高さを見せ次第に、宮廷内で尊敬を集めるようになる。父親とは、 文通を続けていたがサボイアへの干渉は受け付けず、父が勢力拡大を狙って提案したトリノにスペイン軍を駐屯させたいという申し入れも拒否している。夫にも大きな影響を与え、政治家として成長させた。夫の不在時には数回殺触についている。また、トリノの文化面にも影響を与え、ギャラリーなどを増やし、トルクアート達素。 ガブリエット・キアブレーラなどの詩人のパトロンになった。1597年に五女、ジョバン・ナオミ、同年11月に亡くなった。父フェリッペ二世は、翌年に亡くなっている。カルロ・エマヌエーレ一世との間に、五男五女が生まれた。ありがとうございます。